こんにちは。今日この後の天気をお伝えします。まずは寄せられたウェザーリポートをご紹介します。1枚目はこちら、北海道札幌市の方よりいただきました。冷たい雨が降っています。気温は1桁、暖かくして過ごしましょうねといただきました。はい、北海道の方ではポツポツとした雨が降っているようですね。そして気温は1桁ということで、雨や寒さに十分お気をつけください。そして2枚目、こちらは福岡県北九州市の方よりいただきました。空は青空が広がって爽やかですが、日差しが強めということですね。こちらは雲一つない綺麗な青空が広がっています。ありがとうございました。それではアイコンで全国のお天気を見ていきましょう。今日は広いエリアで晴れているエリアが広がり、お出かけ日和となりそうです。ただ沖縄、奄美の方では前線の影響でざっと降る雨に注意が必要です。そして北海道、東北北部の方でもにわか雨の可能性がありますのでご注意ください。そして今日は全国的に秋の空気となり、朝晩はひんやりと感じられそうです。西日本、東日本では薄手の上着を、そして北日本ではしっかりとしたコートが必要となりそうです。以上、全国の天気をお伝えしました。良い午後をお過ごしください。